どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はですね、ジャカルタスカルノハッタ国際空港に来ております。まあ来ているといっても今回ね乗り継ぎで来ているわけなんですけども、本日はねこのジャカルタからバンコクの方に行きたいと思います。今回ですねタイ航空のビジネスクラス、こちらに乗ってね行きたいなというふうに思っておりますので、ひとまずね今このスカルノハッタ国際空港に着いたばっかりなので、乗り継ぎでね、制限エリアの方行きたいと思います。ということで早速ね行きましょう。ということで今ねトランスファーのところに来まして、ちょっとここで待っててみたいな感じで、この警備員の方に、ね、言われて、ここトランスファーのところなんですけど、はい、とうとうね先ほどまでねここに入国ですごいね人たくさんいたんですけども、とうとうねもう誰もいなくなっちゃいましたね。どうすればいいんだろうまあ私はですね日付変わって明日のお昼ぐらいのフライトなんで、空港泊みたいな感じなんですよね。ですので別に今すぐねチェックインっていうか制限エリアに行きたいみたいなのは、ちょっとありますけど、どうしてもってわけではないんですよね。明日のフライトに間に合えば最悪いいんですけど、どうすればいいのかなまさかね全員いなくなると思わなかったですね、はい、これのねデスクの方みんな携帯いじって暇つぶしみたいな感じでしてますね。どうすればいいんだろう。さっきここで待ってろって言ってた警備員さんもどっか行っちゃいましたね。勝手に通っちゃいけないんですよね、でもね。ここにセキュリティチェックっていうか、その手荷物検査みたいなのありますんで、多分これ受けないと多分いけないと思うんですけどね。どうしましょうかね。ひとまず待ちましょうか。ということで、残念ながら、入国しなきゃいけないということで、入国いたしました。良かったですね。入国条件全然調べてなかったんで。この国はね、ビザが必要な、ね、アライバルビザっていうのが5000円、50万ルピア、日本円でいう5000円ぐらい必要なんですよね。それだけね、現金しか使えないんですよ。ですので ATM で、ソニーバンクウォレットで下ろして、5000円分、50万ルピア下ろして、入国したという感じですね。で、イミグレーションとか、そこら辺がね、かなり並んでおりまして、今20時30分なんで、待ったりしてたんで、1時間半ぐらいかかったかな。ということで、こちらね、空港のファミリーマートがね、このジャカルタにありましたんで、ファミリーマートだったらいいだろうということで、ここでちょっと休憩させていただいております。ちょっとね、カップラーメンが売ってて、食うか超迷ってます。お腹はね、空いてないんですよ。ですので、ちょっとお腹空いたら後で来ようかなと思ってまして、今日ね、宿取ってないんですよ。一応ね、空港ホテルが1万円ぐらいで泊まるところがあって、で、ヒルトンとかね、マリオットとかの空港ホテルはないんですよね。で、あっても結構遠いんですよ。ですので、タクシー乗んなきゃね、行けないような場所なんで、はい、とりあえずね、お水ゲットしました。で、これね、いくらだったっけな。ソニーバンクウォレットで購入して、安いですね。日本とそんな変わんないかな。150円ちょっと高いですかね。為替手数料はねこのソニーバンオーレ入ってると思うんで、それでも150円でお水が飲めんだったらいいでしょう。はい、ということでちょっとここで休憩して、多分ね入国は必要って言われたんで、今明日のチケットだと多分ね入国、チェックイン多分させてもらえないと思うんで、はい、ひとまず空港泊っていう感じですね。はい、本当はラウンジ泊が良かったんですけど、こればっかりはしょうがないですね。結構暑くて、最初はね結構寒かったんですけど、途中からどんどん暑くなってきて、はい、で結構ね喉が渇いて、いやースイートクラス降りる時にねお水持ってきますかって聞かれたんですけど、どうせセキュリティチェックでね取られちゃうなと思って断ったんですよね。はい、失敗しましたねもらっとけばよかった。ということでちょっとここで休憩して、あとでね、上の方に行きたいと思います。今ね、出発じゃなくて到着エリアにいるんで、確かね、上の方が出発ロビーだったと思いますので、ちょっとそこで、チェックインはできないと思いますんでね、はい、そこら辺で待ちたいと思います。このファミリーマート何時までやってんだろう ?24 時間やってんのかな多分そんなことはないと思いますんで、ひとまずね、はい、ちょっとお水飲んでゆっくりして、チェックインの方で、ね、聞いてみて、ダメそうだったら、そこら辺でね、待ちたいと思います。残念ですけどね、
まあしょうがないですね。手荷物がね、ストレートでバンコクまで行ってるんで手荷物がないんですよね。まあ着替えはね、あと1着2着ぐらい持ってるんで、まあ着替えはいいんですけども、まあひとまず必要なものは持ってて、まあそこら辺は大丈夫ですね。はい、ということでちょっとゆっくりして上の方に行きたいと思います。では出発ロビーに来ました。ちょっとパイ航空の方に聞いて行けそうだったらチェックインしていきたいと思います。まあ、一応搭乗券は持ってるんでこのままちょっとセキュリティチェック行ってみましょうか。ということで何度ね出国させていただきました。良かったですね。はい、制限エリアに入ることができましたんで、ひとまずねラウンジ行きたいと思います。もうねお店はどんどん閉店的な雰囲気ですけども、いやー入れて良かったですね。とりあえずサイレンスゴールドのねラウンジが多分ガルートインドネシア航空のラウンジと一緒だと思うんですけども、ちょっとそちらにね行きたいと思います。いやーよかった。これでね、シャワー浴びてとりあえずベンチで休むことができそうですね。ということで行きたいと思います。どこだったっけな、確かね2階だったんですよね。入り口どこかちょっと分かんないから、ちょっと入り口探します。確かこの上にねあるはずなんです。であとここの並びとかにもねあります。プライオリティパスのラウンジとか確かプラザプレミアムもあると思いますね。ではちょっとガルダインドネシア航空のラウンジ探したいと思います。ということで完全に勘違いしてましたね、ガルータインドネシア航空はスターアライアンスに加盟してなかったですね。いや完全にやっちゃいました。いやもう完全にねスターアライアンスだと思い込んで話しかけてったら ANA はそうだけどタイ航空とあれは違うよって言われて、何言ってんのみたいな感じになって、でよく考えたらああと思ってスターアライアンスじゃないと思っていや完全にやってしまいましたね。はい、ということでプラザプレミアムラウンジとなんとかラウンジっていうのがねこの先にありますんで、そちらにちょっと滞在したいと思います。明日の朝まで使えるかな、もしかしたら何時間って言われちゃうかもしれないですね。まあそれはいいでしょう。とりあえずシャワーが入れればいいかな。思った以上に暑いですね。はい、ということでちょっとラウンジ行きたいと思います。ということでラウンジ入ってきました。ちょっとラウンジどこに入ったのかちょっと後で話しますね。こちらにお水ですね。お水もらっていきましょう。ミネラルウォーター、でこちらに食べ物で、ソフトクリームとかねビールとかそういったものはですねあるんですけど、注文制になってまして、手前の方にね、バーカウンターがあるんですよ。で、注文する感じですね。こちらは、インゲンのお料理と、これは焼きそばみたいな。そうですね。あと、ミートボールですよ。あ、ちょっと美味しそうですね。いただきましょう。はい。でも、まだいいですね。こんな感じですかね。あとこちらがじゃがいもと、あとこちらがチキンですね。はい、美味しそうですねこちら。はい、という感じになります。ちょっとね蛍光灯の関係でワシャワシャしてると思うんですけども、ちょっとお許しください。これはね電気のね周波数で多分こうなってるんだと思うんですけども、で今回ねこちらプラザプレミアムラウンジっていうラウンジをね利用させていただいております。こちらもね3年前ぐらいに一応入りましたね。はい、でこのラウンジはですね JAL の指定ラウンジになっております。で今回私はタイ航空のビジネスクラスのラウンジを探したんですけども、ちょっとお水飲んじゃいますね。タイ航空のビジネスクラスのラウンジはスカルノハッタ空港にはありません衝撃ですよね。はい、今回ビジネスクラスなんですけどないということで、はい、受付の方に、ね、教えていただきました。タイ空港はないよみたいな。じゃあなんで入れるんですかって聞いたら、一緒にねアメックスプラチナをね渡してたんですよ。プラザプレミアムなんでまあ入れるだろうなと思いまして、ですんで今回はアメプラで入れてるっていう感じですね。
で、ここは JAL の指定ラウンジになっておりまして、 ANA の指定ラウンジはガルーダインドネシア航空のラウンジが指定ラウンジになっているということで、まさかね、タイ航空のビジネスクラスラウンジはないということで衝撃でしたね。はい、本当にアメプラ持ってなかったらラウンジであぶれるところでしたね。で、ここはラウンジキーだったりプライオリティパスだったりそういったのでも入ることができないラウンジっていう風になっておりますので、入り口にね、多分めちゃくちゃ聞かれるんでしょうね。プライオリティパス×ラウンジキー×ダイナース×みたいな感じで全部ね、バッテンマークがされておりますんで、はい、っていう感じになります。でね、今シャワーを聞いたんですけど、今ちょっといっぱいですということで、シャワーはね、今順番待ちで入ろうかなと思います。で、ここね、1時で閉まってまた4時からだったかな、開くみたいなんで、ひとまずここまで、ね、ここにね、1時までお世話になって、1時からね、ちょっとそこら辺に移動して、で、あれしようかなと、また4時ぐらいになったらね、戻ってこようかなと思います。ちょっとまあ、タイミング次第にはなりますけど、いや、とりあえずね、ラウンジ入れて、シャワーね、いただけるということでありがたいですね。めちゃくちゃ暑いです、空港内が。で、ここのラウンジはね、結構涼しいんですけど、はい、ということで、しばらくね、ちょっとお水飲んで、このお水ね、冷たいかと思ったら全然冷たくなかったんで、なんかレモンかなんかが入ってるやつにね、変えたいと思います。いやー、疲れた。まあでも、とりあえずね、出国させて、この制限エリア内に入れていただけたんでね、ありがたい限りですね。はい、ということで、ここでちょっとゆっくりしたいと思います。ということで、シャワールームね、入りました。ちょっと待ち時間ありましたけども、こちらがお手洗いですね。で、こちらあれですね、鏡があって洗面台があるという感じです。で、こちらにシャワーブースですね。はい、そんな感じになってます。とあるのは固定式だけですね。はい、ということでアメニティもこれだけですね。はい、これだけで体と頭を洗う感じです。はい、そんなもんですかね。はい、あとはバスタオルがあってっていう感じです。ということで入りたいと思います。残念なことがありまして、今カメラを落としてしまいました。液晶が割れてしまいました。ですので、もしかして今後、今ね、こうやって自撮りしてる時に自分の映像ね、確認できてないんで、もしかしたらね、甘かったりするかもしれないんですけども、ここはね、ご了承ください。ちょっとね、このジンバルにね、付け外しするときにね、ちょっと甘かったみたいなんですよね。こうやって手に持ってたらガチャンって落ちて、今ね、こうしたアスファルトみたいなとこなんで、いやー、やってしまいましたね。ちょっと落ち込んでおります。ということで、ひとまずね、シャワー浴びて、いきたいと思います。ということで、軽くね、夕食いただきたいと思います。まあ、お昼ね、めちゃくちゃ食べたんで、そんなにお騒がせいてないんで、まあ、なんか、スープ、ヌードルスープとサラダで、取るところは終わりたいと思います。ということで、いただきましょう。じゃあ、ネギとね、大葉が入れれるそばになってましたね。なんかそばもね、こんな感じで、そうめんみたいなそばと、日本のね、乾麺みたいな、ヌードルみたいな、2種類味わえる。めちゃくちゃうまいです、これ、うん、これ日本人の口に合いますよ、うん、JAL の指定ラウンジになってるんで、ジャカルタね、利用される方はぜひ試してみてください。どうぞ。こちら、一応なんか味がついて、そんな感じでしたね。いや、これは生野菜っぽいですね。うん、いろいろ切ってあって置いてある感じで、あとね、冷たい方のお水いただきました。それはね、これを食べて、あ、こう1時まで、1時に閉まるそうなんで、まあ、それまでね、ちょっと電源取れそうなところで仕事ね、したいと思います。いやー、ちょっとね、カメラのモニターを割ってしまったらね、ショックで結構まだ落ち込んでます。切り替えなきゃと思ってるんですけどね。ということで、またゆっくりいただきたいと思います。ということで、本日はですね、ちょっと画角がもうモニターで確認できないんで、ちょっと顔が切れてたりするかもしれないですけども、ご了承ください。ということで、本日のね、宿はこちらということで、このね、何ですかね、足が伸ばせるソファーはね、普通にありますので、ラウンジがね、
7時から4時の間ね、クローズになるということで、今ね、12時過ぎなんですけども、もう出てきてですね、はい。で、ちょっと休んで、またね、朝ラウンジの方に行って、仕事をしたいと思います。ということで、今日はね、ここで休みたいと思います。おやすみなさい。これは、はい、こんな感じですね。こんな感じで休みたいと思います。では、おやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の6時4分です、1時ぐらいまでねちょっと暑かったりとかお手洗い行きたくなったりとかでね寝つけなかったんですけど、まあ1時ぐらいにはね寝れて、まあ5時間ぐらいねぐっすり寝ることができました。これからね、昨日いたねプラザプレミアムラウンジ戻って食事等々ねしていきたいと思います。ちょっとねこの空港ラウンジは結構涼しいんですけど、ここのね広場結構暑くてシャワー浴びようかなって今考えてます。まあまだ搭乗までね十分時間ありますんでちょっとシャワーも浴びましょうかね。ということでとりあえずねラウンジ行きたいと思います。あー眠い。ということでシャワー浴びてめちゃくちゃさっぱりしました。いや本当にアメプラ持っててよかったですね。まさかタイ航空の指定ラウンジがこの空港にないなんて思わなかったですね。で朝食取ってきました。まずコカ・コーラのゼロシュガーとこれはヨーグルトっぽいやつ、イチゴのヨーグルトですかね。あとこちらちょっと写真でも出しておきます。まあ生野菜と鶏肉と焼きそばみたいなのがありましたんでいただいてきました。ということでいただきます。そろそろ消毒液が底をつきそうですね。やばい、スーツケースに出会えてないんで次のバンコクでひとまず一回あれできると思うんでその時ですかね。はい、ということでいただきます。コーラ、はい、焼きそばみたいなのを取ってみました。どんな味なんでしょう。うん、あ、これは美味しいですね。うん、本当に焼きそばみたいな味わい、もっとアジアチックで癖があるのかと思ったら全然そんなことないですね。あとこれは鶏肉の唐揚げの南蛮漬けみたいな感じですかね。うん、うん、もうさっぱりした南蛮漬けみたいな感じかな。日本人の方の口に合うと思いますね。非常に美味しいです。あ、レタス、まあ、ちょっとね、たくさん野菜があるんで、はい、レタスたくさんいただきたいと思います。いや、嬉しいですね。生野菜が食べれるの。お隣さんの席も日本の方ですね。うん、びっくりした。日本語聞こえてきて。ここはね、JAL の指定ラウンジなんでね。このゆで野菜もなんか和風あんかけっぽくて美味しいです。ではヨーグルト、すごい、いちごかな、多分いちごだと思う。うん、あ、うまい、うん、非常に美味しいですね。はい、ということで今6時半の搭乗が11時50分とかなんであと5時間近くありますんでね、ひとまずゆっくりしつつ仕事して編集して作業で進めたいと思います。いや本当にアメプラ持ってなかったらやばかったですねということで時刻はね11時16分になりました。本当にねこのラウンジねありがたかったです。3時間しかね利用できないんですけども、受付の方がね非常に親切な方で、あと2時間ぐらい利用させていただけないかということで、ね、開拓させていただきましたということなんで、もう出発前までね利用することができて、私のフライトね11時50分搭乗開始ということで今ね11時16分なので、あとね身支度してお手洗いとっと済ましてねゲートの前に行きたいと思います。まだねゲートも
先ほど見た時ね決まってなくてちょっとね早めに行きたいと思います。このね個室ブースみたいなところね非常にあの仕事がしやすくてねめちゃくちゃ良かったです。ということで行きたいと思います。ということで出てまいりました。私のゲートはね5番ということで結構早めに出ております。5番ゲートあそこかな、えあめちゃくちゃ近かっためちゃくちゃ近かったかもしれないですね。いやありがたいですね。昨日ねお世話になったベッドはこちらです。こちらね、はい、めちゃくちゃいいですよね。もう誰でも使えるスペースになってますんでぜひ利用されてみてください。結構ぐっすり寝れました。ではねゲートの方に行きたいと思います。今晩5番ゲートということでそこに5って書いてあるんで多分目の前でしたね、はい、あと15分ぐらいゆっくりできたかもしれない。まあ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 、いやプラザプレミアムラウンジ本当にめちゃくちゃ良かったです。いやまさかですよね、こんなことあるんですね。皆さんスカルノ・ハッタ国際空港はタイ航空のビジネスラウンジありませんのでご注意ください。昔は多分ねあったと思うんですけど何個か多分、ね、ラウンジ潰れてんだと思うんですよね。多分その影響だと思います。はい、ということでこのカフェとかも潰れちゃってますもんね。まあ一時的って書いてありますけど、はい、ということでここら辺でね閉幕したいと思います。5番ゲート着きました。ということで今日私が乗る便はあれですね、TG434 バンコク行きになります。ということでまだね始まらなそうなんでもうちょっと待ちたいと思います。それではねちょっと飛行機見に来たんですけどまだ到着してなさそうですね。今回ね、これジャカルタからバンコクに行くんですけどもこのバンコクから先もですね実は乗り継ぎなんですよね。はい、ですんでねちょっとディレイはねマジで勘弁してほしいです。今回の旅でねここは一番の難関なんじゃないかと思っております。でこちら側にはねシンガポール航空これなんだエアバス350ですかね、うん、タヌキ目っぽいんでおそらくそうだと思います。間違ってたらごめんなさい。エアバス350も乗りたいですね。ということでまだね搭乗開始ないんでもうしばらく待ちたいと思います。それではね時刻は今12時25分なんですけどディレイしてますね。今やっとビジネスが始まったのかな。ちょっと行ってみたいと思います。 Thank you。 Hello。 Hello。ということで無事ね搭乗することができました。今回ね 12K という座席になっております。で今回の機材はエアバス 350-900 ですね。こちら多分ね3年4年前ぐらいに、ダイヤモンド修行で確か乗った気がしますね、はい、ちょっとここは特典だったかもしれないですけどね。ということで、こちらねフルフラットシートになるスタッフカードの、ね、シートっていう風になります。こんな感じになっておりまして下の方にね、足乗せる台があって荷物入れっていう感じですね。でモニターはタッチパネルになってるな、あなってますね、はい、っていう感じでここにね安全のしおりがあってこちらにね台とあとシートリクライニングあとリモコンがありますね。でこちらにライトがあってこちらですねちょっと内側にAC のコンセントがあります。まあフラフラットシートなんでね、はい、座ってる座席のここは全然気にならないんですけども、まあこの上に足を上げて、リラックスできる感じですね。Thank you。で早速ね、こちらおしぼりが配られました。めちゃくちゃ熱い、熱々のいただきました。いやありがたいですね。はい、ということで手を拭きましょう。今回ね、窓側のね座席を押さえておりますので外の景色もねバッチリ楽しみます。まだ2つね利用することができますね。でこちら側のね、座席ピッチャーこんな感じ。まあ ANA のねスタッカードとそんなに変わんない感じがしますけどどうでしょうかね、うん、若干狭いのかな、どうなんでしょうか。あんまり感じないんですけどね、私も ANA のスタッカード久しく乗ってないんでちょっと何とも言い難いところではありますけども、
まあ、こんな感じになっております。あとでねフルフラットにもしたいと思います。でこちらにテーブルがありまして、これをねあの突起を外すとテーブルになる感じだと思います。はい、そんな感じですね。ここにあるのはヘッドホンと枕と、失礼、ヘッドホン置いちゃった、ブランケットっていう感じですね。はい、特にスリッパ等々はないのかな。はい、なさそうですね。昔乗った時はねアメニティ確かあった気がするんですけど、もしかしたらここは短距離線だから用意がないのかもしれません。であれですね、シートベルトが3点式なんですね。はい、車のねシートベルトみたいな感じですね。オートモードかける感じです。フライトはですね大体3時間ぐらいだったと思いますので、結構ゆっくりねできるかなと思いますし、機内食等々もね楽しめると思います。ということでタイバンコクに向けていきたいと思います。すいません、1点ねあの伝え忘れてました。ここに USB ポートが2つありますね。 AC とね。 Thank you. Welcome to Mr. This is San Marino Water, Violet Leaves and Orange Juice. Orange Juice, please. Thank you. すいません、先ほどちょっとね言い忘れました。ディスプレイの下に、ね、USB ポートが2つありますね。はい、こちらはタイプ A のポートが2つですね。ですので AC1 個と USB タイプ A が2つですね。これは結構いいですね。はい、いろんなものが、ね、一気に充電できますね。ということで今ねウェルカムドリンクが来ました。もう結構、ね、バタバタになってますね。もう搭乗時刻は、1時間近くディレイしてますので、はい、ちょっとあれかもしれないですね。ということでオレンジスいただきましょう。甘くて美味しいですこれ。ということで、ね、ということでもうしばらくね飛行機ウォークまで待ちたいと思います。いいですね。で外を見るとこんな感じで、はい、ジャカルタの街を後にします。いやいいですね。ということで約ね3時間のフライトを楽しんでいきたいと思います。それではタイ航空のビジネスクラスのお手洗いに来ました。ミルククリーム、こちらはあれですかね、ハンドクリーム的なんですかね、まあ、乳液的な。あとミルククリーム、これもですね、はい、あとあっち側に紙コップがあってティッシュ、あとハンドソープ、そんなもんですかね。あとベビーガイのシートがあって服をかけれるようになっておりますね。あと大きいスカータガカミがあります。はい、アメニティ等々はなさそうですね。はい、ここはね違いますね。はい、ということでこんな感じになっております。ということで機内サービスがね始まりました。おしぼりをねまずいただきまして、シャンパンいただきました。ではいただきたいと思います。
豆と干しぶどうとグミが一緒になってる。これ美味しいですね。結構好きです。それと一緒にお水もいただきました。多分このままね、機内食になっていくんだと思います。フライトはね、細かく言うと2時間半ぐらいのフライトですね。ちょっと食事を終わらせて、できればね、フルフラットのところもね、お見せできればなと思います。ということで、ちょっとこちらいただいて機内食待ちたいと思います。ということで、機内食ね、始まりました。残念ながらね、エビ付きのシュリンプサラダみたいな感じです。ちょっとエビだけ覗いてね、いただきたいと思います。では、いただきましょう。これはリンゴですかね。うん、Thank you。 ではね、ガーリックトーストをいただきました。タイではエビとフルーツを結構一緒に食べるんですけど、ここもね、若干味付けがしちゃって美味しいですね。ちょっとピリ辛なタレみたいなのかかってるんですかね。で、こちらガーリックトーストです。いただきます。パンもあったかいんですごい美味しいです。これはですね、メインディッシュが来ました。はい、こちらね、ミートビーフミートボールのヌードルということで、非常に美味しそうですね。選べたのはね、このビーフとパスタとインディアン、タイ料理みたいな感じで、まあ、私はね、今回ビーフにさせていただきました。ということで、いただきましょう。今回ね、ビジネスクラスもう9割近く埋まってる、ほぼ満席状態で、でフライトは2時間半ぐらいしかないということで、もうね、CA さんね、バタバタでめちゃくちゃ大変そうです。ということで、いただきましょう。あんまり煩わせないようにね、していきたいと思います。こんな感じでいただきます。これ椎茸ですかね。美味しい。なんていう味付けって言えばいいんだろうな。表現の仕方は難しいですけども、美味しいですね。参考にならない。そんなにね、アジアっぽいそのきつめな感じもしないですし、はい、非常に美味しいです。あと大量のアスパラいただきました。アスパラにはね、バターとお塩がかかってるっぽくて美味しいですね。あとパプリカ、非常に美味しいです。それではね、座席をフルフラットにしていきたいと思います。ちょっとね、いろいろ乗ってて申し訳ないんですけども、こちらですね、下ろしていくと人が倒れてフルフラットになっていく感じですね。これでベッドがね、フルフラットになった感じですね。いや、非常にいいですね。で枕をセットしてこんな感じで、毛布をかければフルフラットに寝れるという感じですね。今私ね、頭ギリギリついてるかついてないかぐらいで、今ね、足はついてない状態ですね。ですので、非常にもうフルフラットで快適に寝れるっていう感じですね。いや、いい。このまま寝たいですけども、そんなにフライト時間が長くないんでね、あと1時間ちょっとぐらいで終わりますんで、まあ、ちょっとだけゆっくりできますけども、あんまりね、ぐっすりは寝れない感じです。で、足元の方を見るとね、こんな感じになります。まあ、ちょっとね、足まで映ってないかもしれないですけども、足はつかずにね、ゆっくりすることができます。いや、非常にいいですね。こうやって感じで横になれれば全然問題ないですね。それではこの体勢で、まあ、1時間ぐらいゆっくりできるかな、はい、ちょっとダラダラして、着陸体勢迎えたいと思います。でね、一応ね、デザートあるんですけども、チーズの盛り合わせということで、今回はね、遠慮させていただきました。ということで、しばらくゆっくりさせていただきます。
ということで、まもなくね、バンコク国際空港、こちらは、スワンナプーム国際空港ですかね、到着となります。いや本当に最後ね、3、40分だけゆっくりしましたけども、非常にぐっすりでした。ということで、もうまもなくね、着陸となります。それでは無事バンコクスワンナプーム国際空港に到着いたしました。じゃあ天気がいいみたいですね。そうでもないかやはりタイ系の、タイバンコクの、ね、ハブ空港ということで、タイ航空の飛行機がたくさん止まっておりましたね。ということで、飛行機が止まるまでもうしばらく待ちたいと思います。ということで、バンコクスワンナプーム国際空港に到着いたしました。これからね、実は4時間しか乗り継ぎがございませんので、しかも一旦入国しなきゃいけないんで、急いでやっていきたいと思います。では行きましょう。ということで、無事ね、入国いたして、今ね、あの荷物をね、待っております。いやこの感じだとね、間に合いそうです。いやこのタイの入国に関してもね、本当に何にもないですね。はい、ワクチンパスポートすら見せないですね。はい、タイアイランドパスも4月1日からね、廃止になりましたんで、非常に簡単に利用することができるようになっていいですね。ということで、今ね、あの手荷物出てくるの待ってますんで、回収ね、していきたいと思います。ということで、無事ね、入国することができました。いやね、間に合ってよかったです。ということで、今ね、4時48分ということで、これからね、また乗り継いでいきたいと思うんですけども、今回のところはね、ここで一旦ね、区切らせていただいて、次行くところはですね、このバンコクからシンガポールを経由してベトナムの方にね、行きたいと思いますので、次もね、フライトレビューになるかななんていうふうに思いますけども、ぜひね、楽しみにしておいてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。